イエーイ、めっちゃホリデー、イエーイ。今日は私が飲むので、ひろこが一日中運転をしてくれるらしいですね。イエーイ。この今借りた車がブレーキが効きすぎて、ひろこがブレーキを踏むたびに首が折れそうで。嘘だ、もう盛るんだから全く話を。昨日と同じとこに来ました。今日はホミンが試飲します。おっておっておって、なんか美味しくない？ワイン3本買いました。アップルパイのデザートワイン、ガラアップルのワインと、え、なにこれ、チェリーと何のブルーベリーだっけ。捨てた、書いてない、うん、チェリーと何かのブレンドのロゼのフルーツワインです。2軒目のワイナリー、たまたま通りかかったので入ってみます。うわ、シンプル。うん、おて。あ、じゃあという感じ。But still, it's a gold ring. It's not a light red, but soft. Viognier?ホミンはこのやつが甘くて美味しいって言ったので、これを1本買いました。サマーランドの湖の反対側の奈良俣っていう地域に来ました。ここもたくさんワイナリーがあって、でまずお昼休憩もできるワイナリーに来ました。ヒルサイド、すごい大きいところで湖もこっち側に見えて、うん、いい感じ。もう前もこのレストラン来たことあるんですけど、すごいもう雰囲気良くて来ました。まずテイスティングから行くよね。だから、もう本当にね、雰囲気が素敵なのよ。素敵でしょ。確かに。夏はさ、こうパティオですっごい素敵なの。この上の席、ほら、ここの席でも、ちょっともう今日は座れないよね、そこの席に。セラ。ありがとう。超飲みやすい。It's done in an off-price style. It's a lighter Gewürz. You get lovely passion fruit, kiwi, grapefruit, a little bit of clementine. And it has a gingery aftertaste. Yeah, that's really my taste. It's always nice to have a gingery. Oh, for sure. But where... No, that's... ここのやつ酸味が強くて。うん。俺甘いの好きだからね。今酸味が強いって言った。あ、甘味が強い。酸味が強くて美味しい。でも甘いのが好き。どういうこと？まあ、酸味があって甘め。うーん、でも酸味が強いね。甘めっていうか、あれ、さっきよりはこっちの方が酸味が強い気がする。まあ、甘みスッとするっていうか、何倍も飲めちゃう。なんだろう、ここはお店の中はすごいシンプルって感じ。でも庭とかがすごい綺麗。白とポートワイン買いました。あ、これなんだ。ありがとう。おー、すごい素敵。はい、あ、グッ、サンキュー、ハウアーユー。うん、ワイナリーだから、ご飯が本当美味しいんだよ、ワイナリーのご飯って。うん、
この和牛ビーフカルパッチョも気になると思いません？でもこれね、酒飲まずにこれあれだけどね。このコロッケもグルテンフリーだって。本当、うん、今日はホミが楽しい。ホミ楽しいな。めっちゃ楽しい。やっぱ酒が入るとめっちゃ楽しくなる。昨日と一昨日ずっとね、運転してた。やっとちょっと解放されて、今ちょっと。けど。けど意外とね、運転してない時もヒヤヒヤして。いや、してくだ、ヒヤヒヤしてくださいよ、ちゃん。結構ヒヤヒヤしながらこう、縮めた。と、これが、リゾットで、ソーセージ、パスタ。なんかね、本人がパスタ頼んだんだけど、たまたまグルテンフリーのパスタしかなかったみたいで、グルテンフリーらしいので、たくさん盗んでいこうと思います。美味しい。すごい。チーズがの味。すごい美味しい。ピリッと辛いこれ。辛いから平気って言ったもんね。ちょうどいいこれ。もう一品欲しくて追加またしちゃいました。クロケットです。いただきます。Thank you. Have a good day.お腹いっぱいになったあのお腹いっぱいまで食べる主義なので今日もお腹いっぱい食べました。ここいいのかな、ここ来ちゃって。こんな感じだ。ここ出れるの？あ、こういう、ここ出ていいの？なるほど。あ、なるほど。ここ夏の間ここテーブル出てパッチョ席になってすごいいい感じなんだよね。景色が綺麗で天気も良いと最高。今は夏の間ここパティオに使ってるところ、今はここであのグレープとかを潰すのに作業に使ってるらしいです。ホミンがワインを2本買って、このワイン入れる袋とこのにピンバッジじゃない、ピンバッジみたいなのもつけてくれて、と白の白1本とコート1本買いました。今日のドライブのお供は宿で作ったアイスコーヒーと、あとこれがあったかいカモマイルティーです。奈良また2軒目のワイナリーに来ました。ここ今レストラン開いてるのか分かんないけど、すごい、また素敵。ここ夏だったら素敵だね。本当に素敵だよね。ね、この青い芝生でレッドルースターっていうところ、ワインショップこっちだって。あー、もう景色がほんと素敵。見てこのベンチ超可愛くない？なんじゃこりゃ。あー素敵。あ、こっちのベンチも可愛いよ。はい、How is today? Good, thank you. ホミン学校でも1本ホワイト買いました。ベオニエ美味しかったな。今日は私が運転してるんですけど、私はアルコール 0% です。見てこれ、酔っ払ってる人が駐車したみたいになっちゃったこのワイナリー前に来たことあってすごく美味しかったので来ました。さっきのヒルサイドのテイスティングのお姉さんもこのワイン好きって言ってました。ありがとう。あー、ビュール。すごい、ほら素敵。はい、すごいここ景色すごい綺麗なんですけど、昔の100ドル札がここの景色だったみたいです。動画で伝わるのかな。動画ね。またホミン氏が2本ワイン買いましたワインだけで今100ドル以上買ってる。そうだね、普段飲まないのにねなんかね、やっぱりコック来るとね買っちゃうよ。思わ
悪いとかじゃなくて本当に美味しいから、なんか欲しくなっちゃうんだよね。でまたその思い出を、旅行の思い出に浸りながら家で飲むとまた美味しいんだよ。何買ったか見せてください。デザートワイン、あ、これもデザート系だよね。ポート、これもデザート系。これ私昔買ってすごい美味しかった記憶あります。うわお、ここだけ空いてる。わお、これ何本ってことじゃ、つまり今11本。奈良又からペンティクトンまで来ました。ちょっと散歩してからサマーランドに帰ります。この湖の前にあるこのレストランがすごく景色が良くて大好きなので、夏はこのベランダでご飯食べると本当に気持ちいいんだけど、でも室内でも湖どの席からも見えてすごい気持ちくて好きだから、すごく綺麗で好きだからちょっと来たくて来ました。ありがとう。やっぱり綺麗、景色こんな景色です。めっちゃ久しぶりで私炭酸頼むの。いただきます。はい、うん、久しぶりで美味しいと頼んだクレームブリュレが届きました。美味しそう。これって両方一緒かな。違うんだよね。違うね。だってこれがイチゴだから。イチゴ、あ、なるほど、これがレモン。なるほどね、違う味なんだ。確かにこっちがちょっと酸味がある感じで、こっちは多分なんかプレーンっていうか普通の味。夏はここでお酒飲んだりご飯食べれる。すっごい綺麗、いい感じ。お店の雰囲気もすごいいい感じ。すごい秋らしさ満載。ここは日本庭園です。結構なんか綺麗。はい、ただいま。今日は一日運転して帰ってきました。無事に、よかった。今から部屋でホミンと一緒にこのお昼ご飯食べた場所で買ったワイン飲みます。乾杯。地元で採れたリンゴをつまみに飲みます。リンゴめっちゃ美味しい。言葉では伝わんないね、この美味しさ。うん、うん、みずみずしいね。味が濃いっていう、うん、ワインが冷えたので改めて乾杯。うんうんうん、うん、さっきより全然いい、うん、さっきなんかもっとやっぱ常温だったからかな、うん、そう、アルコールの味って感じだったけど、うん、うん、美味しい。